あれあれ、もう朝だというのにまだすやすや眠っているお寝坊さんがいます。この子の名前はマッティーナ。昔は朝になると自慢の大きなラッパの音で町のみんなを起こす役目でした。しかし今は、おいマッティーナ、もう朝だよ、起きなきゃ。もうしょうがないな。朝ごはんだよ。朝ごはん、なんだ、どっちとそっちか。マッティーナ、また昔みたいに大きなラッパの音で僕たちを起こしてよ。そうしたいのは山々なんだけど、楽器の使い方を忘れちゃったんだよ。こうだったかな。あれ？あれ？こうだったっけ？ダメだ。あ、そうだ。あの本にいいヒントがあるかも。マッティーナの楽器、みんな何という名前かわかるかな？この楽器はトロンボーンといって、金属でできている金管楽器の仲間。マウスピースというところに口を当てて、唇をブルブルっと震わせて音を出します。そしてスライドという部分を長くしたり短くしたりすることで音の高さを変えるのです。さあマッティーナ、楽器の使い方思い出したかな？嬉しい。二人のおかげで楽器の使い方を思い出したよ。ありがとう。これでまたマッティーナの大きなラッパの音で目を覚ますことができるんだね。うん、嬉しいな。